はようございます。グーグーありがとうございます。トルマありがとうございます。そう、今日も早く寝たかったから朝してるにじるの泡だるま、ありがとうございます。きびとくまちゃん、ありがとうございます。短冊ありがとうございます。あ、9時にもう仕事始まるんだ。そうだよね、まあ普通に仕事ですよね。皆さん虹色の泡ありがとうございます。くまちゃんありがとうございます。元気ですよ優しい。おさきすりっかさん、配信聞けてないな、ずっと。通勤頑張れ。そうだ、もう仕事中、早っ。そうです、今日はエス公演です。久々のね、寝起きは幼く見える？わからないです。19は幼いのか。グーグーありがとうございます。いいね、今日休み。音波ありがとうございます。NGF のイントロ、いや、笑顔で見てくれてたからね ねえ、ごじってるからそうですね、ゆうねさんが初めてですねごじってますから知り合いが十二期新規で、珍しい人もいるもんだ。ありがとうございます。野外ライブ良かったですね、本当に良かった。八の声、お、待ってます。八か、朝から暑すぎて、ここまでまた好きに、おお嬉しい、ココミのおかげかもしれない嬉しいですね。マジで朝から暑すぎて無理だった朝から暑っと思って、虹色の泡ありがとうございます。ねえ、本当に暑くて、そういうことって感じ。普通に幕張、確かになんで幕張だったんだろう。追加が35度、やば。エアコンね、ここもうつき始めちゃってるよね。普通につけなきゃさ、多分死ぬくない普通にさ、ちょっとやばくないっていう。
熱中症マジでね気をつけなきゃ。でもさ、これ結構さ、梅マジで好きで、あの、ま、梅とか結構摂取してるからさ、よくない？ま、兄昨日聞いたよ、来てくれるって。待ってるね。名古屋のやつわかんない、まだわからないから、クーラーつけるしかないよね。そう、そう、梅好きでさ摂取してるからさ、割とあの兄自然に対策してるかも対策しようと思ってしてるわけじゃなくて、あの、そう、関東在住なんだ。待ってます、幕張で。そう、塩分的な、なんかさ、梅が食べたくて、なんかこの間花南にあの梅の、ちょっとこの梅のお菓子食べ、梅練り食べたいから、ちょっとあの今から来るって言ってたから、あの買ってきてくれないって言って買ってきてもらって、したらあのなんか男梅のなんか海苔みたいなのも一緒に買ってきてくれて、それが美味しすぎて、なんか男梅海苔みたいな、普通にあのグミサイズのさ袋のやつ、お菓子なんですけど、それが美味しすぎて一気に食べた前回の制服の目の前に海苔を食べてた、一気に食べた、めっちゃ美味しかった。でもなんか 見かけたことなくて、ココハは初めて見た、あ、買ってきてくれるまで見たことなかった。お菓子、梅の、男梅の海苔のお菓子。結婚してアクタリです。お花が買ってきてくれたよ。マジで梅練りとかもめっちゃ好きなんですけど、梅練り知ってます？あのマジで、もうなんか食べ始めたら、あの、もう無限に食べちゃう、すぐなくなっちゃう。なんか梅練りもうどんどん口に入れちゃう梅練りを、なんか一時期ここは結構あのハマったらそれってなって、で飽きるのも割と早いんですけど、来週の公演会いましょう。あの、そう、ハマったらあれ で梅も、梅は結構ずっと好きだけどめっちゃハマってたので、もう毎日食べてて、でハマったのが終わったんですけど、また来ましたね梅ブーム。マジでハマったらそればっか食べてるから、最近はなんだろうな、百均の梅コーナーあるんだ、すごい。酸っぱい、まあそうか、酸っぱいの苦手な人も、梅ね、そうだよね、割と苦手な人とかもいそう。マイブームさえ、そうね、そうなんですよ。最近は、何にハマってるだろう。母、今日兄待ってますわ、今日。料理、うん。わかる、梅、なんか、ママが作る、あれなんだっけな、サンマだっけ、サンマじゃないか。なんだっけあれは、サンマ、イワシ、イワシか、イワシなんかの魚の梅煮みたいな、梅煮みたいな魚作ってくれるんですけど、それが美味しいですね。イワシだっけ、なんかちょっとわからないわ、なんだっけ、
それが美味しいですね。梅料理梅料理だと。でも梅干しとかはそのまま、夏とかマジでそのまま食べちゃう。家に結構割とストックしてあるんです、してあったんですけど、割ともうそのまま食べちゃいますね。ハートありがとうございます。ご飯屋さん、やっぱ夏か。あちー、初見ありがとうございます。梅干し、蜂蜜は、蜂蜜漬けは嫌いじゃないけど食べないかな。しそばっか食べてるな。梅おろしかけ、梅のソースとかは選びがちだけど、蜂蜜の方はあんまり選ばない。しそばっか。チューブはね、あんま使ったことないかも。梅が常に家にあるから、あったから。チューブはあったことないかも、逆に。短冊ありがとうございます。そう、夏いいよね。カツオ梅とかね、おにぎりあるくない？カツオ梅、酸っぱいマン、酸っぱいマンね。ちょっとあの硬いやつだよね。ちょっとなんか干からびてる感じ。種についてる感じの。酸っぱいしょっぱい両方。しょっぱい、しょっぱい、まあ嫌い、好きですよ普通にって感じですね。おはよう。なんか最近やっと歌が普通に歌えるようになって、なんかそうマジでなんか体調崩したてる時と治りかけの時にマジでピッチが合わない事件が起きてて、自分の中でね、なんかやばいと思って、なんか一生これなのかって思ってたんですけど、やっと治って普通に歌えるようになってきました。もう安心。もうなんか焦ってた、一人で、なんでこんあれなんかなんでこんなピッチが合わなくなってるんだっていう事件が一人で起きてて、いや声は出るんですよ、出てたんですけど、ピッチがもうとにかく合わなくて、何めっちゃ事件と思ってたけど、治ってきましたね。治ってきたのが嬉しくて歌ってる、ずっと最近そうでさ、なんか昨日ココミンと2人でレッスン場行ってでさ、ちょっと休憩中とかにさ、なんかめっちゃ一人で大きな声で歌ってたのね。でなんかそう、えごめんみたいな歌ってごめんみたいな言ったら、いやなんか聞き入ってたからみたいな言ってくれ、いちいち言ってくれるんですよ。2回ぐらい言ったんですよ。なんかそうしたら、いや聞き入ってたから、優しいって思って何そのさらっとそれが出てくる人。ハートありがとうございます。やさですよ、やさ。流れ星ありがとうございます。15分、15分今撮ってるね。あれなんかめっちゃ一瞬しかテロップ出なかった気がするけど、あ出た。虹色のサイリームありがとうございます。そろそろ終わりたいと思います。今日はS公演よろしくお願いします。久々なので楽しみましょう。ハートありがとうございます。バイビー。
前髪が変ですけどね、もう終わるのでトレード、あ、当たりますよ、ね、バイバーイ。